ルビートは DJ ビーター発祥せず日本酒はレディーファイ。いやー1回戦泣いてマジリトルかよ。どうぞよろしくお願いします。いやーめっちゃ緊張してるけど俺は頑張ってしかねえ。でもなリトル君、俺はめっちゃお前に一つ聞きたいことがあったけどよ。人生で一番輝く瞬間ってどこか分かるか。それはな人生で一番楽しんでる時だぜ。今がそれだぜ。だったらぶちかましてくれよ。ヒュー、それは間違ってる。人生で一番輝く時は今まで生きてきて死ぬ時。それは知ってる。それためのためにステージの下で今は輝く。それを俺は分からず札幌で羽ばたく。俺のやり方それが分かってね。間違いはね、間違いは間違いで飛ばす。よろしくお願いしますとかじゃねえんだよ。ここは自分のラップをする場所なんだよ。あ、そうだよ。だから俺は今自分のラップをしてるぜ。俺アイアムバイブスラッパー、それを俺目線してるぜ。あんたどんな思考回路してんだ。めちゃくちゃすげえぜ。これは褒め言葉だ。しっかりと受け取ってくれ。でもな俺はあんたをそうだ。褒めるだけじゃねえぞ。しっかりと瞬間トップオブザヘッド負けられて、しっかりと以上ぶっける。お前と最高の勝負ができて俺は楽しい。俺だってバスケってさ意地をぶつける。ヒップホップに出会って道を見つける。俺も瞬間のアートフリースタイルの感動。お前がサスケなら俺が渦巻きになると。それは知ってる。ナルト疾風でいつも通りに踏んでステップ軽快なフロー。間違いはない。俺は東大暴から北の代表イカロスが目指した地下の太陽。さあ、でも優勝するのって今決めましょう。1回戦第29試合です。まずは先行サスケ、続いて高校 MC リトル、まずは MC リトルレディーチャッチ、勝者 MC リトルサスケにも大きな拍手を。